引である。もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならば、それより他に我が手に入るものをやろう。よいか、何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。返答やいかに。死んではおりませぬが、手足どころか目も鼻も皮膚もなくなってしまいました。よいか、俺は神仏を捨ててきた。この我が土地に富さえ持ってくれや、何でもくれてやろう。鬼神どもよ、俺の何でもくれてやろう。好きに取るがよい。鬼と人間が共に生きる遥か古風の日本の時代に渡ります。とある殿様が自分の息子のすべての臓器を置き換えに力を手に入った。しかし世の中は変わっとらず、人間の命なんざ石ころのような無価値な存在だった。その世界が舞台としてドロロっていうストーリーが始まります。臓器すべて鬼に渡されたトロの息子、何らかの手段により救われた。トロの知らぬところで彼は育てられ、彼の臓器がないところは腎臓、手足、目も鼻もすべて作られていただきました。おそらくやけどこいつの仕業だと思う。そこでじゃけど、ものすごく綺麗な絵の描き方に加え、血の騒ぐようなアクションシーンと興味を誘う時代劇の舞台、そして魔物、悪魔と共に住む、まるで千と千尋みたいな光景が見られます。美しい剣の裁き、美しい古代の絵、美しい日本の古風の時代が見たかったら、このアニメはぜひおすすめですね。このストーリーの将来に関して何が起ころうとしてるか、俺の想像なんだけど、主人公が悪魔一人を倒した時には、皮膚が戻った。皮膚が戻った。皮膚は臓器。そして、その悪魔は、必ず子供の時の主人公の臓器をもらった悪魔なんだ。それで倒すことによって、その臓器を自分の身に返すことはできたはず。おそらくは、今後はその主人公が様々なあの時の悪魔を倒していって、自分の体を取り戻すことになるだろう。しかし、反面には、あの悪魔を倒すことによって、かなり大きな流産になっていった。山からめっちゃ水が降りてくる。そこで俺が思った。昔は大変な土地だった。そして悪魔との取引によって良くなっていたんだけど、その代わりは悪魔たちが生きていて、様々な人間を食ったりなんなりでも良い時代だったんだけど、まあ、当時にもあやかしっていうのは存在していた。そしてこの悪魔たちを全部殺すと、元のやばいところに戻るのかな。要はその殿が取引して彼の土地は良くなったんじゃないの？まだよくわからないんだけれども、悪魔を殺すことによっては 100% いいことじゃないだろうと思ってます。あとドロロっていう名前じゃないですか、このアニメ。ドロロっていう女の子の子がいるんだけど、まあ若くて人から物を盗んだりしてて、その盗んだものを転売するっていう、悪ガキなんだけれど、まあそういう時代として、まあそういう生き方をしているっていうことですね。まだまだ、その女の子についてわからないし、なんでこのアニメのタイトルが彼女の名前なのかっていうのもまだわからない。けれども、まあそういうタイトルになってるから、おそらくその子と主人公で二人の主人公になるんじゃないかなっては思う。では次の血の騒ぐドロロ第2話をお楽しみにしてます。
皆さんはこういうコンテンツに興味がありましたら、ぜひサブスクライブをお願いします。そして面白かったらいいねもコメントもお願いします。では次まで、おおきに。